いや、また麻生太郎財務大臣がね、副総理とも思えないような、そんな恥知らずなことを言ってます。赤木ファイルで不満爆発と、麻生財務省、その程度の能力と記者批判ということで、いや、その程度の能力はあんたでしょうって話ですよね。私たち国民の、こう、経済的な状況が苦しいのは、一えに麻生財務大臣一人の責任ですからね。この人が、バカのことをやって居座ってるから、 お金に困ってる人はまさにね、お金に困ってるわけなんですよ。え、なんでお金に困るのかこれは国民一人一人の責任ではありません。この国の出発点、財政を取り仕切っている麻生財務大臣が台無しにしてるんですよ。ね、日銀。聞いては、安倍総理のアベノミクス戦略。これをぶち壊しにしてるのが麻生財務大臣。そして未だにですね、その金の問題、政治の問題、めちゃくちゃにしてるんですよね。なおかつ、この森友問題、 麻生財務大臣が全てを知っていると。そして、それを国民に報告する義務がある。ただ、隠蔽してるんですよね。自分に都合の悪いことは、まあ、隠蔽してるという。あと20年、30年したら、どうぞ勝手に調べてください。その時私はおりませんからっていう態度なんでしょうね。ちょっと記事を読んでみましょうか。学校法人森友学園に関する決裁文書を財務省が改ざんした経緯をまとめた赤木ファイルの記述をめぐり、 麻生財務省は2日の閣議後記者会見で、あまり細かくは知らないね、などと出演を煙にまいたと。要するに、再調査をしたんだけども、あ、超再調査じゃなくて、えー、まあ、麻生財務大臣の責任で、ね、森戸問題調査はしたんだけども、あまり細かくは知らないという。ってことは再調査は必要じゃないですかね。で、しかも赤木ファイルっていうのが出てきて、赤木ファイルっていうのはこれだよって出してきたのに、 赤木ファイルは一体何なの何を指してるのかはね、いまいち定義がないんだよねみたいなことを言ってましたね。あげくにね、痛いところ疲れたら、すぐにね、これね、質問者を攻撃して、かわすんですよ。わかってないで質問なんかするなよなどと苛立ちを隠せない様子で、記者に対し、その程度の能力かと、マスコミ批判も展開、うん。その程度の能力か、と、マスコミも、マスコミ批判も展開ですね。で、このようにヒートアップする麻生氏と記者なんですけども、 あの、国民の知る権利、私たちの代弁者として、記者の方が質問しているものを、全くの拒否。ね。どこまで薄暗いんだろうか、ということでございます。絶対ね、この人を再選させてはならないですよ。あの、大島くすさん、この令和新選組からの、この方を、まあ、今回ね、当選させて、麻生財務大臣は、もう落選、もう引退、さよなら、もうね、いなくていいです、と。麻生財務大臣一人がいなければ、 すべてうまくいくんですよ。困ったもんですよ。あとはね、やりとりがここに文字起こしされてます。記者の方が赤木ファイルのことについてって聞こうとすると、あ、そうし、んん <laughs> んじゃねえだろうと。<laughs> お前ね、本当にね、国民に選ばれたってことをすぐ忘れるんだ、この人は。ね、しかも国民に選ばれたというよりも、国民に一定の利権を与えて美味しい汁を吸わしたお身内お友達内閣なわけですよ。 この最たるものが麻生財務大臣ですよね。早くやめてね、普通の麻生太郎に戻ってほしいもんだと思います。で、赤木敏夫さんが書いたと見られるなんとかってね、もう未だになんとも思ってないと。もう人が死ぬことなんてね、もうなんとも思ってないんですよ、この人はね。特に、同胞たる日本人を自分の生贄に捧げてね、自分だけがガッハッハとやっているというね、とんでもない人ですよ、これはね。うーん、もう、 もう終わってます。もうこれ以上言うことはないんで皆さん記事読んでください。もう腹が立ちますからね。腹が立ったのでございました。